岡本ハーベスト子ども園は、兵庫県神戸市東灘区にある認定子ども園、社会福祉法人ハーベストが運営する。経営母体は、姫路女学院高等学校を運営する、学校法人すり川学園。2007年設立。設立理念、大きな器作りの下で保育を行う。大きな器作りとは、幼少期に多くの知識、 技能を教え込むのではなく、子供たちがその先の人生で学ぶことをよりよく吸収するための器イコール未来を切り開く力を大きくしようという考え方である。保育カリキュラムにリトミックを遊具に安田式遊具を採用している。3歳以上の子供の通園服にアパレルメーカーファミリアのオリジナル制服を採用している。見学の精神保育。 教育方針日本の伝統的美風に基づく、真・善、美を兼ね備えた人間として必要な教養を育むと、共に、社会性やコミュニケーション能力の養成に努める。地、情、体の調和の取れた保育、教育を実践することにより、自己の判断と責任のもとに行動する、自律心を養成する。家庭や地域との連携を重視し、開かれた保育園の運営に努めるともに、 地域社会における子育て支援に貢献する。園群地、女王、隊の調和の取れた保育及び教育を行う。岡本ハーベスト子供園の7つのこだわり園舎設計にあたって子供の王国をコンセプトとした。ありがとうございます。